アブドゥルラヒーム・ハーンをアクバルに引き渡すアトガ・ハーン。アトガ・ハーンは、北、インド、ムガル帝国の政治家、武将。最小でもある。シャムスティ・ムハンマド・ハーンの名でも知られる。1540年、ムガル帝国の皇帝、フマーユーンがカナウジの戦いで、シェールシャーに敗れ、象に乗ってガンジス川を渡って逃げる際、安全に着岸できるよう尽力した。それ以降、彼は、 フマーユうンに禁止することを許され、その妻ジージー、アナガワ、ミコ、アクバルのウバとなった。1556年、フマーユうンが死んでアクバルが、皇帝になったが彼の元でも徴用され、ウバの夫ということで養父を意味する、アトガで呼び、息子、ミールザー、アジーズ公家はニュー兄弟を意味する、公家で呼ばれた。1560年、最小位を解任されたバイラムハーンは、 自分の部下バハードルハーンが最小となったのを見て反乱を起こした。だが、アクバルはアトガハーンをその討伐に差し向け、彼はこれを制圧した。さて、バイラムハーン失脚後、アクバルの乳母、マーハムアナガが政権を握ったが、フマユーン以来の重心であるアトガハーンは、マーハムアナガ一派に対抗しうる存在あった。そのため、アトガハンは政権から外され、 皇帝に不満を訴えたこともあった。だが、1561年11月にアクバルは、マーハム・アナガ恒外のバハードル・ハーンに変えて、アトガ・ハーンを最小に任命した。アトガ・ハーンと同様に、フマユン以来の重臣だったムヌイム・ハーンは内心、彼が最小であることに不満を持っており、マーハム・アナガの息子アドハム・ハーンに、その暗殺をそそのかした。調子に乗りやすかった、アドハム・ハンは、 ムヌイムハーンにそそのかされ、彼自身もアトガハーンが最小であることが気に食わなかったため、その暗殺を計画した。アトガハーン病1562年5月16日、アドハムハーンは大勢の部下を連れ、アーグラ城の高越殿で、ムヌイムハーンと会合をしていたアトガハーンを探検。養父の死を知ったアクバルの怒りは尋常ではなかった。アドハムハーンはアクバルによって、 顔面を殴られた後すぐさま処刑され、マンハムは長の政権も終わりを告げた。ありがとうございます。